成瀬正義元気3年12月22日は、戦国時代の武将、徳川家康の家臣。通称は東蔵。成瀬正義よりの長男として生まれ、家督相続後は、木戸城主、六名城主となる。徳川家康に仕え、使い番、旗奉行を兼任する形で任命されて、家康の主要な合戦の多くに参加した。 永禄五年に同僚を切り出本するが、三河一向一揆が始まると帰産を許され、一揆鎮圧に当たる。永禄十一年の織田信長の上落では、織田氏への援軍の将として参戦し、六角氏の三國寺城攻めで武功を挙げた。元気元年の姉川の戦いにも参加して、武功を挙げた。元気三年に1月22日、三方ヶ原の戦いでは、旗奉行として、 家康本人を守り武田信玄軍と戦い、奮戦したが、武田氏の武将、馬場信春隊の突入を防ぐために、工事を弟の成瀬昭一に託し、家康の身代わりとして討ち死にした。成瀬氏の家督は昭一が継いだ。三方ヶ原の戦いの前夜、物見に出た鳥井忠弘が、武田勢の多さに牢情を主張したことに対して、腰抜けといったために喧嘩となるが後仲直りした。 この話は講談湯水の行水として知られている。正義が戦死した地は、今でも、聖聖屋と呼ばれている。墓所は、草原院。なるせ闘造正義、遺廃正義の妻の六尺二病院は、正義の四人の維持を連れて、夫が出本して滞在した地である菊川の西法を訪れ、後菊川断平日の本落寺に、末の男子と共に入寺した。 本楽寺は皇天神城の戦いで徳川方の神馬となり武田方に攻められ消失したため、家康により、相良大宅の地に本楽院大沢寺が再建され、本尊阿弥陀如来の寄進を受けた。さらに九段の子である釈優殿を向入りさせ、大沢寺を継承させた。寺には、現在も、正義と釈明位の位牌が伝わる。正義は、 味方が原の戦いでは打ち死にせずに生き残り、息子と共に出家して戦死者の供養をしたとの言い伝えもある。ありがとうございます。